はい、ですね、バッテリーの方とりあえずつけて仮で透過類のチェックしている最中にですね、一箇所ちょっと不具合出ましたので、それの、原因探求してますと言ってももう分かったんですけど、フロントのスモールポジションの左右分の配線ですね、映ってるかなこれ、はい、これ片っぽつながってるように見えて多分どっかで断線してます。ここの間で導通ないです。まあちょっと古いんでね、ここはもうここでカットして作り直します。うちで預かってる間にこういったちょっと細かい不具合出てよかったかなとは思います。どうしてもメインハーネス1回外して取り付けで若干引っ張ったりのストレスかかるんで、劣化してる部分ギリギリつながってた部分が不具合出やすいんで、まあ収める前に分かってよかったです。出先でトラブッターだとちょっと切ないんで、でついでにちょっと配線加工されて、なんか電源取り出しの後かな、ちょっと処理が甘かったんで、その辺の手直しも一緒にやっちゃいたいと思います。はい、ですね、ハンダよりもなるべく振動対策で圧着の方で取り付けました。でここから分岐して2本戻す純正よりもですね、1本分だけちょっとダイエットします。1本で戻して必要なところで2本に分岐させます。まあ、配線は多いより少ない方がやっぱりいいんで、少しだけ手直しですね。一通り組み上がってですね、ジャッキから降りました。これからマフラーの方取り付けに入りたいと思います。で今回ですね、オーナーさんが、純正の4本出しからですね、新品の、集合管の方へ、交換希望ということで、そちらのマフラーを預かってます。なのでこれから取り付けていきたいと思います。あ、映ってね、これです。マフラーのフランジ取り付けのところのスタッドボルト、かなり高温になる部品なので、かじり焼き付き防止のために、スレッドコンパウンドの方を塗っていきます。
はい、ちょっとですね、音声入りづらかったのでエンジン切りました。今ですね、送風機、先ほど映ってたと思うんですけれども、長時間アイドリングとかブリッピングしながら様子見るので、送風機当ててます。まあ、これからちょっと暑い時期になってくると送風機ないとちょっと厳しいんじゃないかなとは思います。キャブのスローの調整ですね。まあ、一応キャブは1回分解清掃をしてある程度、あらかたセッティングは出てるんですけれども、最終的な味付け程度ですねは、なるべく現物合わせで、少しずつ調整しながら、走ったりなんなりして微調整していく感じになります。と言ってもですね、数字上で、びっちり合わせるっていうよりはどちらかというと乗りながらのフィーリングを重視する方向ですね。ですね、エンジンの方を止めて送風機で冷却中になります。なのでちょっと送風機の音ザーザーうるさいかもしれないんですけど、ご了承ください。ざっくり、まずざっくりなんですけれども、あらかた、パイロットのセッティングの方を出しました。まあ、先ほどいじる前もほとんどそんなにずれてる感じはしなかったんですけど、ちょっと試運転行った時にフィーリングがいまいちだったのでやり直しです。この辺はですね、もうほとんど、フィーリングの問題になってきます。走行上ほぼ支障はないし、プラグが被っちゃうようなこともないし、アフターファイヤーでパンパン言っちゃうようなこともないんですけど、信号からのスタート時ちょっとアクセル煽ってから、クラッチミートした瞬間とかの落ち込み具合とか、そういったフィーリングの部分ですね。ただこういうところバッチリ決まるとかなりストレスフリーで乗りやすく、まあ、気難しさがなくなるというか、まあ、味付け程度に やっときたい部分ではあるので、この辺はしっかり煮詰めていきたいと思います。ちなみにですけど、回転が一番綺麗に上がるところで止めるよりは、そこからほんの少しだけ濃いめに振ってあげた時の方が、個人的なフィーリングが好きです。まあ、これはかなり好みが分かれるとは思うのであれなんですけど、まあ、せっかく集合感とかも入れてですね、少しグリッピングした時の、突きの良さとか、マフラーからの音の重さなんて言ったらいいかな、そういったところまで、味を出すっていうか、そんな感じですね。全てが全て基準値ぴったりではないと思います。まあ、こういったバイクなんてね、そういうセッティングの仕方に、うちの場合は重きを置いてます。
お疲れ様です。バーサタイルです。とうとうですね、D1 の方が完成いたしました。まあ最初の入庫時に比べて外観でパッと見で変わってるのはマフラーぐらいになります。まあ、黒の、集合感がバッチリ決まってるかと思います。今回ですね、フレームの塗装が一番最初のオーダーで、オーナーさんと作業を進行中にですね、まあ、打ち合わせ追加でいろいろオーダーしていただきました。かなり、最初の入庫時に比べれば、そうですね、信頼性が上がって安心してツーリングに行ける仕様になったかとは思います。ただこれこの状態で、終わりっていうわけではないんで、一旦この状態で納車して乗っていただいて、気になるところ、細かいところ、あとはついでにカスタムしたいところ、そういったところも含めて、今後長いお付き合いができたらなと思います。まあ、もうすでになんか次ここいじろうかなみたいなお話もいただいてます。まあ、こちらとしても戻ってきてもらって仕様変更してまた乗ってもらってっていうのをちょっと楽しみにしてます。じゃあちょっとですね、細かいところ見ていきたいと思います。エンジンカバーなんかもかなり、比較できる画像があれば出すんですけど、かなりツヤ感が出ていい感じになってます。シートはちょっと今後張り替え予定って感じですかね。で、漏れちゃってたリアサスも一応新品ですね、入れてます。マフラー、フロントフォークはうちではちょっとオーバーホール今回してません。軽く磨き程度ですね。で、フロントフェンダーのメッキはちょっとツヤ感を復活させました。あとはヘッドライトのリムだとか、この辺ヘッドライトステーだとかもまあ磨き程度ですね。まあ、ワイヤーハーネス類の取り回しはある程度変更させていただきました。ちょっと見栄えがいいように。マフラーなんかもかなり、綺麗になって、まあ新品なんで当然ですけど、艶消しブラックで渋くまとまってます。ちょっと見づらいですけど、まあ、クランクケースなんかもですね、かなり錆ひどかったんで、まあ、応急処置程度に補修で色入れてあります。こっちのカバー類もかなりツヤ感が出て綺麗になってます。で、フレームはですね、ちょっとカメラだと分かりづらいんですけども、ツヤツヤの黒です。しばらく錆に悩まされることはないと思います。スイングアームなんかもですね、ツヤ感がいい感じになってます。上のトルクロットなんかもですね、あと中覗き込めば分かるんですけど、バッテリーケース類だとか、エンジンマウントのステーだとか、そういった細かいところまで全て、錆取って塗らせていただいてます。じゃあちょっと、エンジンの方を始動していきたいと思います。コックをオンにして、はい、チョークを引きます。まあ、最初の方に比べればですね、スターターをオンにした瞬間の、クランキング時間かなり短くなってます。まあ、要はエンジンのかかりがかなり良くなりました。ちょっとやってみたいと思います。
と言ってて、いや、いいと思いますけどね。マックンバーグ